日本鬼子は主に中国語圏で使われる日本人を指す別称である。これとほぼ同義の語に東洋記がある。鬼語とはもともと両妻、死の香川で記されている同士の魔物に対して使う別称であった。端的には魔物の意味であるが現代日本語の語感とはやや異なり邪悪なものは忌むべきものであるという思想があることから中国では 鬼が剣をされる存在である。当初は中国大陸を侵略する西洋人に対して鬼語を用いていた。これはモンゴロイドと大きく異なるコーカソイドの顔立ちを意味嫌って魔物として表現したものであった。日清戦争以降、清志王朝を破って近代化し西洋化した大日本帝国を中華思想に基づく格下の存在である。山とやと表現しづらくなった。 このため、西洋からの侵略者の意味である、陽気に次ぐ存在となった日本人を東洋気と表現するようになったが、残忍な存在としての鬼子もこれに倣って、もっぱら日本人を指す言葉となった。これには、恐怖と憎悪の両方の感情が込められていたが、2010年現在では、もともと西洋人の故障であったという歴史的経緯などは、 中華人民共和国ではあまり知られておらず、主として単なる日本人へのののしり言葉として使われる。鬼子のみでも大抵は日本人を指すがより明確にするために日本鬼子を使う。また小日本も日本を侮別する言葉であるため合わせて小日本鬼子も使われる。なお、前述のように洋鬼子や西洋鬼子といえば西洋人を指すが仮鬼子は 呂人の短編小説、阿久聖殿の中で使われた言葉である。最初は外国人を装う中国人を形容したものだったが、途中から外国人にこびる中国人を形容する言葉となった。また、朝鮮人を別称でに鬼子というのは鬼子の子分という意味である。この鬼子という言葉は2010年の尖閣諸島中国漁船衝突事件を受けて、 中華人民共和国で発生した抗議デモにおいて、日本鬼語のような形で頻繁に用いられ、多くの日本人が軸を目にした。中国において、鬼は幽霊など忌み嫌われ、恐れられる存在であるが、日本人にとって悪気や鬼畜といった一種の協調を伴わない、日本語の鬼は必ずしも否定的な意味でのみ用いられる軸ではない。そのため、中国人の 鬼子の語に込められた、無別の意図、感情は、日本人には、直接伝わっておらず、実感されていないのが実情である。上述のような経緯を背景に、インターネット上で、鬼子を、日本人女性の名前と、あえて曲解した上で、萌えキャラとして扱うという動きが広まり、日本鬼子というキャラクターが作られた。その容姿は、短めの日本格、長髪黒髪、着物、 武器を携える姿で描かれることが多い。ありがとうございます。